もしもし亀よ亀さんよ、世界のうちでお前ほど歩みの呪いものはない。どうしてそんなに呪いのか。夢か、なんだよ。あー寝てた。わー、ゴミ、玉。わーい、メインウェポンです、メインウェポンです。ゴミ、玉、ゴミ。あ、あれはプリッツさんの家ですよね。プリッツさん、グラララララ、遊びましょうよ。グラララララ、隠れても無駄ですよ。僕はねどこにいるかわかるんですよ。グラララララララ、いねえか。お邪魔しました、また来ますね。わー、あ、プリッツさんが乗ったら、ちげえやこれ。とりあえずここで様子見だ。様子見作戦。様子見。あか、完全に寝てた。これ、そこにいるのはもしかしなくても杉内くん、内山くんですよね。はあ、久しぶりだ。言霊を送ってみよう、僕の得意技だよ。すいません、ぽいぽい、よいしょ。あ、大丈夫ですか。誰かにやられたみたいだよ。これは完全に殺人現場ですよね。待ってください、告白はちょっと待ってください。心の予約ができてません。やめてください。ちょっと待ってください、心の予約ができてません。少々お待ちください、こっちで来ないでください。思いには応えられないんです。やめてください。心の準備ができてからしっかりお話をしたいと思っております。なのでまだやめてください。あの人、もしかしてこれを届けに来てくれただけなんじゃないか。僕はなんて早とちりをしてしまった。あ、ラーメン食いてー。あ、その足音はまさかプリッツさんですよね。わかるんですよ、遊びましょうよ、爆竹遊びですよ。いつもねこれで遊んでたじゃないですか。爆竹でどっちが引火するか遊びましょうよ。家の中で爆竹楽しい。いや、よし、えいあ、プリッツさん、どうしました。なんてことだ、これじゃまるで誰かにやられたみたいになってるじゃないか。くそー、プリッツさん僕がね敵は取りますよ。なんてことだ、なんでこんなことになっちまったんだよ。僕はよ、遊びたかっただけなんだよ。初めてできた友達と遊びたかっただけ。遊びどうやってだよ。しっかりお家も修復してあげよう。誰が壊したんだ、許せないよ。いろんなゲームを遊ぼうと思ってたのに。なんだ、まさかおみがもしかしてプリッツさんを殺した犯人ですよね。プリッツさん敵を取ったよ。
あ、前見てなかった。あ、さてと、ここにプリッツさんのお墓を作る。あの人もお墓を作ってるのかな。でも、あ、他は2個あってもプリッツさんの死体は1個だから意味ないんだよな。あぶれ、あの人どういう神経をしてるんだろう。ちょっとお家を拡大しよう。お墓だ、お墓だった、間違えちゃった、間違え、すいません、すみません、あの、ごめんなさい、すごく悪い人に閉じ込められました。ん？これは銃撃戦の音だよ。あ、なるほどね、あそこだ、それ僕も入れてよ。僕もね、爆竹をいっぱい持ってるんだ。よし、これでね、そこにいたんだね、爆竹ボーン。え、大丈夫ですか。あ、ちょっとお敵さんがいる。あー、これ、わー、これ綺麗、あー、これ綺麗だな。あ、ちょっと撃ってこないでください、まだやめてくれ。あ、ここに窓を作ったらすごく見晴らしが綺麗なんじゃないかな。どうなんだろう。あ、今戦ってるの忘れてた。はい、どうぞ。はい、あ、あれ、あれ、下に行ったのかな。あ、あの人が多分プリッツさんの敵討ちだよね。絶対に倒すよ。君がプリッツさんを殺したんだろ。僕はね、許さないよ。僕の友達に悪いことをするやつはね、絶対に許さないって決めてるんだ。君には悪いけど倒させてもらうよ。よし、こっちおいでよ。君との決着をつける日が来たようだ、長年のね。よし、ちょっと待って。あ、これ、あ、すごい、あ、これダメ、あ、これ綺麗、あ、こういう風に使うんだね。あー、すごい、すごい、すごく装飾が美しいよ、これは。うん、あ、ちょっと待ってね、あ、ちょっと待ってね、今ね、ダメージトラップのね、計算をしてるんだよ。もうやめてよ、死んじゃうからさ。僕たちはね、しっかり話し合ってその後で戦いをすればいいと思う。そう、でもどうしよう。あ、プリッツさん、敵は取った。なんかトイレして、あー、トイレして、え、あれ、あれ、プリッツさんと今日やってる、あれ、あれ、今日僕一人でやってなかったっけ、今日、あれ、